ピロコがいないな。でも午前中に働きに行ってたやつらが戻ってきてるから聞いてみよう。何の話だ。忠告しておくが、余計なことに首を突っ込むなよ。それ俺から離れろ。どういうつもりだ。俺の前でそんな意味不明なことを言うんじゃねえ。あいつらの態度なんかおかしいぞ。オイラたちのことをわざと避けてるみたいだ。でもこうもバレバレの不自然な振る舞いをするなんて、むしろオイラたちを誘導するために演じてるんじゃないのか。ダメだ、考えるほど怖くなってきたぞ。まだ続けるのか。分かったよ。手元に葉があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。何の用だ。囚人のくせにちゃんと特別許可権を稼がず俺のところに来るなんて。ちょっと簡単な質問がしたいんだ。夜パトロールしてた時、何か気づいたことはないか。そんなことを聞いてどうする。仮に夜に何かが起こっていたとしても、それはお前たちの案ずることじゃない。おとなしく寝ていればいいんだ。月に数回くらいってところかな。オイラ耳が敏感だからよく眠れなかったぜ。そんなことがあったのか。俺も毎晩当番があるわけじゃないからな。だがそういえば確かに同僚から聞いたことがある。パイプ清浄日の夜には怪しいことが起こりやすいってな。あそこら辺の数日は当番を嫌がる奴も多い。パイプ清浄日って何をする日なんだ。メロピデ要塞の排水施設が定期的に清掃される日のことだ。月に3日って、今日もちょうどそのうちの1日だな。確かめてくるといい。もし本当に何か変なことが起こっているのであれば、代わりに報告してやる。おう、オイラたちも今夜は気をつけておくぜ。それでは他の用事がなければ行く。忠告しておくが、変な企みはよせ。今晩は俺の当番じゃないが、他の者がお前たちを見張っているぞ。安心しろ、オイラたちだってケーキが増えるのはごめんだぜ。行っちゃったな。パイプ清浄日についてお前はどう思う。確かにそうだな。でもフィールディングのやつが言ってたぜ、今夜もパイプ清浄日だって。そう言うと思ったぜ。よし、じゃあ今夜は徹夜だな。看守に捕まらないといいんだけどな。眠いし疲れてるぞ。でも
まだ寝ちゃダメだよな。今夜はパイプ清浄日で大事な調査の時間だし。んそうだよな。もしオイラが寝ちゃっても絶対起こしてくれよ。お前一人で危ない目に遭わないか心配だぞ。あれ、旅人っておい、こんなにあっさり寝るやつがあるかよ。寝てちゃダメだぞ。早く起きろって。え？普通に寝てたんだとばかり思ってたぜ。それで今回はどんな夢だったんだ？本当か？やっと真相解明のチャンスだぜ。でも食人族の噂の方は何なんだ？どう説明できるんだよ。そうだな。そろそろ時間だし行こうぜ。パトロール中の監視たちには気をつけろよ。たちの目標はあのパイプだぜ。ここで本当に合ってるよな。君たちは昼頃の。はあ、度胸あんじゃねえか。俺らの正体は分かってんだろ。今すぐ立ち去るんだ。誰もあんたらのことは助けてくれないぜ。
それがどうした。俺たちの怒りを買いや、いつだってその噂を事実に変えられんだぞ。おい、一体何のためにあんなデマを流したんだよ。ここで一体何をやってるんだ。君たちに言うことはない。今すぐ巨坊エリアに戻って、今見たことを忘れておとなしく眠りにつくなら、ここでの出来事は見逃してやる。さっさと戻れって。ここには本当にあんたらが興味持てそうなものはないんだから。は？なんだって？それって兄貴が離れた時に言ってた。俺たちの兄貴のことを知ってるのか？兄貴、そんなすごい身分だったのか。知らなかったぞ。兄貴はここにいた頃、ずっと自分の素性を明かさずにいたからな。兄貴に頼まれて俺たちを探しに来たのか？なんだ、タルタリアの子分たちだったのかよ。あいつってここにいた時も随分うまくやってたみたいだな。あの夜、兄貴が言ってたことは俺たちしか知らねえはずだ。まさか兄貴は外に出てからお前に教えたのか。そうか、だったら辻褄が合う。わかった、お前らを信じよう。ひひっ、旅人うまい手じゃないか。兄貴がメロピデ要塞に来た当初、恥ずかしいことだが俺たちはひどい態度をとっていた。それどころかずっと兄貴に嫌がらせをしてたほどだ。だがメロピレ要塞は強者を尊重し、実力を認める場所。作業の時の根性といい、鉄拳闘技場での勇姿といい、俺たちを懲らしめる時ですら常人の域を超えた才能を見せてくれた。だから俺たちは兄貴についていくことにしたんだ。だがある日、兄貴はいきなりこう言ってきた。自分を呼ぶ声がまた聞こえたから、何とかしてここを離れねえといけねえ。そのためには何の代価も惜しまねえってさ。子分としちゃもちろん、兄貴のことは俺たちのことだ。だから俺たちはちょっとばかし手間をかけて、ここにある隠しルールをもとに食人族のルールをでっち上げて、それを広めたってわけだ。これも全部パイプ製常備の夜に兄貴が逃げ出すためのチャンスを作り出すためだった。じゃあ噂を捏造することで囚人や監視たちをここから遠ざけたってわけだ。はあ、人々の未知への恐怖って本当に利用されやすいんだな。でもタルタリアはすでに逃げたんだろ。それなのにどうしてお前らは未だにパイプ製造日の夜毎回ここに来てるんだよ。それが俺たちの知る限りじゃ、兄貴が離れた時に使ったあのパイプは実は出口とは言えなくて行き止まりになってるはずなんだ。あそこはとっくに放棄されてるはずの廃工場に繋がってて、仮に海に逃げ込めたとしても水面までの距離が遠すぎて生きたままたどり着けるやつなんてまずいないと思う。それを知っていて、それでも兄貴はそこを通ろうとしてた。何か執念みたいな感じだったのかな。それで俺たちは約束したんだ。兄貴がいない間、俺たちは兄貴なんて初めからいなかったように振る舞う。そして兄貴は帰ってくるとしたら必ずパイプ製造日の夜を選ぶ。そしたら俺たちも出迎えの準備ができるし、この件が露呈するのを避けられるだろう。そんな、その約束を守るために毎月のこの数日危険を冒してまでここで見張ってたってことか。ああ、だが俺たちも心の中では分かっているんだ。これだけの時間が経ってもなお帰ってこないってことは、兄貴は大方本当に外に出たんだろう。でもあいつが何かその想定外なことにあったって可能性は？兄貴をどうにかできる想定外なんてねえよ。俺らは全員そう信じてんだ。わかったわかった、ちょっと聞いてみただけだって。ああ、声を抑えろ。こっちだ。
ここからのルートは封じられて通行できなくなってる。兄貴はこの下から行ったんだ。その時はまだこの下も水没してなかったけど、その後俺たちもこっから状況を確認しようとしたんだけど、かなり水没してることに気づいてさ、潜るのが得意なやつじゃない限りとても通れないぜ。まさかタルタリアはここの水に閉じ込められちゃったのか？その可能性も低いと思う。兄貴は水が得意だってことは俺たち全員が知ってる。マジかよ。だったら早速そいつに調べてもらおう。兄貴に関する情報があればぜひ俺たちにも教えてくれ。もう結構な時間だな。これ以上ここにいると監視たちに見つかっちゃうぜ。おう、状況については大体把握したから、さっさとここを離れようぜ。これだけ時間をかけて調査した甲斐があったってもんだぜ。潜水が得意ってフレミネのことだろ。リネに言えばきっとフレミネに助けてもらえるよな。タルタリアのやつ一体何しに行ったんだよ。ほんと骨を折らせるやつだぜ。まあと少しでその真相もわかるだろうけどな。気を抜くと一気に眠くなってきたぞ。さっさと寝ようぜ。おやすみ、旅人。大変だったな。あれ、待った。そこにあるのってまさかリネのカードだ。何が書いてあるんだろう。オイラが読んでみるな。きっとまだ知らないよね。今日は月に一度の自由日なんだ。だからみんな働かなくていい。調査するにはぴったりの日だ。ずっと連絡してなかったけど、そっちは何か進展あったかい？昼食の前に生産エリアのいつものところで落ち合おう。新しい情報を掴んだんだ。おお、ラッキー！今日はもともと休みだったみたいだぜ。それにリネも調査がうまくいってるらしいぞ。一体どんな情報を掴んだんだろうな。待ち合わせの時間までまだあるし、ここの人たちにもう少し話を聞いてみようぜ。俺に言わせりゃ上の連中はみんな貴族みたいに気取ってやがる。俺たち野良犬のことなんざ誰も気にしちゃいないだろ。待て待て、私は野良犬じゃないぞ。私まで一緒にしないでくれ。
そう慌てて否定すんなって。ここに入ったからにはみんな同じなんだからよ。刑期を終えてここを離れてもろくな暮らしはできないって聞いたぜ。臭い飯を食ってきた連中が普通の奴らと同じように生きられると思うか。ふん、私は信じないからな。いっそこの世界がいつか洪水に飲まれて全員一からやり直すことになったらいいのに。おいおい、突拍子もないことを言うな。それに外には私の家族がいるんだぞ。まったく縁起でもない。いいか、確かに上は良くないところだけど、ずっとここにいられないわけでもない。聞いた話によると、刑期を終えてもここで働けるらしい。それだって立派な生きる道だろ。水の上の世界とはおさらばってわけさ。たく、その自信はどっから湧いてくるんだ。そもそもお前みたいなやつを雇ってくれんのかよ。何の取り柄もないってのに。こいつら水の上の世界にかなり不満を持ってるみたいだな。そういえば水の上、水の下って言い方、地上じゃ聞かなかったよな。メロピデ要塞の囚人しか使わない言葉なのかな。それもそうだな。サービス速報一つ。おい、そこの兄ちゃん。そうそう、君だな。カードゲームは好きか。あれだ、あれ、七星召喚ってやつだ。カードゲーム好きってミントみたいにどこにでも生えてるよな。何言ってんだ、七星召喚をやる人がいるのなんて当たり前だろ。ほら、一勝負どうだ。そっか、まあ無理にとは言わないさ。お前ずっとここでカードゲームの相手を探してるのか。ここって戦う場所なのに。拳だろうとカードだろうと同じ勝負だ。違いはない。メロピデ要塞にはカードプレイヤーがかなりいてな。たまたま君を見かけて、他の国から来た人ならプレイしたこともあるだろうと思って声をかけたんだ。ああ、いいぞ。じゃあここの先輩として何か先輩っぽいところを見せてくれよ。例えばオイラたちみたいな新入りに監獄のことを紹介するとか。なんだ、てっきり君たちは情報なんて集め終わったのかと思ったよ。わかった、何が聞きたい。お前が選んでくれ。聞いたことのある内容だったら言うから。なら変な噂のことは聞いたことあるか。じゃあ隅っこでよく世間話をしている人がいるのは。通路の隅でよく二人の男があれこれ話してるんだ。痩せてるのがラベリューヌ、太ってるのがクスト。人は彼らのことをボムブラザーズと呼んでる。まああの二人の情報はそれほど爆発するようなもんじゃないが、俺が仕事場で聞く噂話と大差ないしな。もし興味があるなら行って話してみるといい。あの二人は無駄話こそ多いが別に悪い奴らじゃない。他には何かあるか。あーん、そうだな、ここはとっておきの情報を披露してやるか。公爵が昔ここメロピデ要塞の囚人だったことは知ってるか。え、そうなのか。なあ、公爵もかつては俺らの一員だったのさ。罪を犯してここに追放され、その後どういうわけかここのトップになった。ただの囚人からメロピデ要塞のトップにだなんて、正直なところ少しばかり敬服しててね。禁忌？誰かが作った言葉みたいだが聞き覚えはないな。誰から聞いたんだ。いろんな
だけど、どれも噂ってだけで。知らないなら気にしないでくれ。他に何か情報はあるか？他にはもう思い当たるものはないな。また面白いことがあれば君たちに教えよう。ただしカードゲームに付き合ってくれるならな。じゃあな、機会があったらカードゲームをしよう。私はもうここに残ると決めてるんでね。はあ、俺もお前みたいに考えられたら楽なのに。そういうことはもともと。待った、君たち誰だ？急に近づいてきて何を考えてる？わあ、ごめん、もしかして人に聞かれちゃまずい話でもしてたのか？なんだただの慣れ慣れしいやつか。おい、こいつらが加わってもいいみたいな雰囲気を出すなって。ふん、まあいい、別に馴れ馴れしいやつは嫌いじゃない。よかったな。グスト、聞いたか？俺たちがいい人だってよ。で、その顔から察するに何か聞きたい情報でもあるのか？おっと、だがその前に僕は君たち二人のことを知ってるぞ。偶然にもな。え？オイラたちってそんなに有名なのか？あの公爵が直々に案内を買って出る人なんてそういないからな。ここにいる奴らはみんな多かれ少なかれ情報を集めてた。それで君たちは何をやらかしたんだ？ちょっとしたミスか。気に入ったよ、その言い方。このグループはポジティブな奴をいつでも歓迎してる。君たちは他の奴らと違うようだ。グループ？僕はクスト、こいつはラベリューヌ。人は僕らのことをボムブラザーズと呼ぶ。ああ、もちろんこれは爆弾をいじるのが好きって意味ではなく、僕らの情報がいつも爆発するようなものだからだ。ただのゴシップをそれっぽく言ってるだけだろ。それは違う、情報を知ることでここでの生活はより良くなるからな。例えば誰と誰が手を組んでいて、誰々にはどんな噂があるのか、それから群れに馴染めていない奴のことも知りたくないか？まあ待て、これはどれも金になる情報だ。僕の情報をシェアするにふさわしい存在だということを君たちは証明できるか？クストはこういうやつでな、何かうまいこと言って証明してくれ。サービス職のことを言え、それで大丈夫だから。そうそう、昨日のあれは特に良かったよな。今思い出してもよだれが出てくるぜ。おお、そうか。実を言うと、ここ最近のサービス職は僕のおかげでもあるんだ。何しろ厨房で半月も手伝いをしてたからな。おお、ってことはあのめちゃんこうまいステーキもお前が作ったのか？すごいぞ、まさかプロの料理人なんじゃないか？
その通り。僕はプロでね、以前料理を学んでいたことがある。ここまで言われたら仕方ない。僕の作った料理が好きだというのなら、君たちはもう半分同士。いいか、これから言う情報はメロピデ要塞の現状を見極めるのに役立つものだと肝に銘じておけ。メロピデ要塞内部の勢力は実に入り組んでる。ここで起こることは基本的に水の上の奴らも干渉しない。みんな野良犬みたいなもんさ。そして最も怒らせてはいけない人物が公爵リオセスリ。まあ君たちはもう会っているな。彼は君が思ってる以上に情報に精通してる。彼が相手をしないとき、その大半はあえて見過ごしているだけで何も知らないわけじゃない。公爵に認められた奴は医務室に行くときも優遇されるほどだ。なあ、それってジュリエのことだろ。気に食わない奴だよ。まったく、あんなにしょっちゅう医務室に行くなんておかしくないか。多分ケベを使って労働をサボってるんだと思うぜ。ジュリエはここに来る前、フォンテーヌ科学院の優れた人材だったんだ。天に登れるやつだろうと、重力に逆らえるやつだろうと、メロピデ要塞に来たからには囚われの身でしかないってのに。そういえばこの間ジュリエとルールビが一緒に廊下を歩いてるところを見た。どうやら図書館で言い合いになって最後は殴り合いになったらしいぞ。ジュリエもひどいやつだよな。あいつが女を殴るなんて、いやまさか。でもあのルールビーもまともじゃない。いつも口うるさくて男と喧嘩ばっかりだ。いっつも医務室に行ってる姿を見る。あ、なあ思ったんだけど、まさかあそこでこっそりデートしてるとでも言うつもりか。どう考えてもありえないだろう。まああの時はルールビーもジュリエをボコボコにしてたらしいし、さすがに考えすぎか。よし、一回りしたし、そろそろリネと合流する時間になるな。はあ、陰で人を疑うのはあまり良くないな。陰口は叩いてるけど。そうだな。違う、我々は情報を共有してるんだ。ただ陰口を叩いてるわけじゃない。その様子からして調査は順調って感じ。こういう時は謙遜しないで、情報をたくさん聞き出せたことを認めた方がいいと思うぞ。さすが君たちだね。それじゃそれを聞かせてもらおうかな。
まさかそんなことがね。メロピデ要塞の噂を信じちゃいけないみたいだ。皇子様が失踪したのはおそらくここを離れる方法を見つけたからだろうね。さすがは執行官、想像以上に腕の立つお方だけど、これだけじゃお父様に報告するのには不十分。皇子様の行方を知る必要がある。お父様から聞いたんだ。皇子様は休暇中ではあるけど、自分の計画を持ってるって。今回の失踪が個人的な目的と関係してる可能性もあるだろうね。タルタリアがいなくなった場所はもう水に沈んでた。だからダイビングが得意なやつを探して捜索してもらう必要があるんだよな。話がそこまで進んでるのならもう言わなくてもわかるよ。この仕事はフレミネが適任みたいだね。うん。で、あいつは今どこにいるんだ？彼は今日仕事で忙しいんだ。それに大人数で集まってると人目を引いてしまう。後で僕から知らせておくよ。どういたしまして。協力すると言った以上、僕たちは君を失望させはしないから。それにしてもあのリオセスリのテリトリーでよくこれだけの情報を聞き出せたものだ。ちょっと感心したよ。ひひ、オイラたち聞き込みは得意だからな。まずフレミネに同じ道をたどってもらって、皇子様の手がかりを探してもらう。その道を使うにはパイプ正常日を狙わなければいけない。早くて6日後か。そこからさらに 2,3 日はかかるはずだね。そこまで計算できるのかよ。長いこと一緒に仕事してるとお互いの実力が分かってくるもんだからね。旅人、9日後にまたここで会おう。そうすればフレミネの行動に合わせてちょうど合流できるはずだよ。でも一つ君に頼みたいことがあるんだ。皇子様の調査については結果を待つだけでいいけど、金域の方は調査を進める必要がある。フレミネは変装が苦手だし、ミネットも他のエリアで金域について聞き回ってる。僕はこれからフレミネのための行動計画を練らなきゃいけない。というわけでこれは君にしか頼めないんだ。なんだ？難しいことなのか？簡単とは言えないけど大丈夫、君ならできるはずだよ。いい？君には何かしらの理由を見つけて医務室に忍び込んでもらいたい。そしてそこの状況を調査してきてほしいんだ。怪しい動きをしてる人たちがよく医務室に集まるって言ってたでしょ。あそこには僕たちが追ってる秘密が隠されてるかもしれない。君は看護師長と面識があるし、そう警戒もされないはずだ。医務室の構造や内部の状況をよく調べて、あらゆる手がかりを頭の中に入れてきてほしい。その後それを僕に教えて。でもあまり無茶はしないように、安全第一でね。まさか。その分野については君のことを素人だなんて思ってないよ。さっき君たちも言ってただろ、聞き込みが得意だって。君たちがそう言うなら僕は信じるさ。だからもう一度君たちの実力を見せてくれるかい？それじゃあ次の行動に移るためにオイラたちも早速準備するか。うん、ここで一旦別れよう。9日後また会うことを忘れないでね。それじゃ気をつけて。お前はここでじっとしてろ、オイラが覗いてくるから。どれどれ、中に誰かいるみたいだ。一人じゃないぞ。私はダメ、
わけじゃ。それじゃ。よく聞こえないな。やっぱり正々堂々真正面から探りを入れようぜ。よし、準備ができたら入るぞ。おい、大丈夫か？まあ、どうしたのよ。ほら、慌てず、何があったのか、ゆっくり話して。こいつ、急にお腹が痛い、気持ち悪いって言って、地面に倒れて、そのまま立てなくなっちゃったんだ。おいら、どうしたらいいのかわかんなくて。手足が冷たいし、指先もピクピクしてる。それに顔色も。何かの中毒とかじゃないよな。見てみるから、まずは横になりましょう。心配しないで、ベッドまで無事に連れて行くから。ほら、うちの肩に手を置いて、ゆっくり歩いて。しっかりしろ。大丈夫、患者さんがごめんなんて言わないの。今から簡単な診察を始めるから、力を抜いてね。うん、なるほど。わかった。ざっと見たけど、命に別状はないから安心して。最悪のケースは心配しなくて大丈夫なのよ。え？そっか。続けて診察するね。はーい、リラックスして深呼吸を。臓器にも大きな損傷はないのよ。ここを押すと痛む？ここは？え？ここが痛むはずないのに。おかしい。ここは痛む？わかった。そういうことね。多分お腹を壊しただけよ。ひどいものじゃないけど、そのピークが来たせいですごく痛かったのね。そうなのか。大したことなくてよかったぜ。最近他の囚人も食事に問題があるって言ってたのよ。このことは早くシェフのウォルジーさんに報告しないと。とりあえず大事じゃなくてよかった。あまり心配しなくていいからね。あと 2,3 日もすれば良くなるはずよ。ひとまずここで休んでて。うちは薬を取ってくるから。ルールビさん、うちがいない間、この新しい患者さんのことを見ててくれる？わかりました。ああ、看護師長のやつ、ぴょんぴょんしながら行っちゃったぞ。こんにちは。気分はどうですか？こいつ、お腹がすごく痛かったみたいなんだ。ここまでフラフラだったし、オイラも心配で。シグウィンさんが問題ないと言ったから、もう心配しなくて大丈夫ですよ。彼女はここで一番の医療スタッフですから。でも見た感じ、その医療スタッフってあいつ一人みたいだけど。
ま、確かにそうだな。確かにそう？それはあくまで表面上の話です。メロピデ要塞を擁護するつもりはないですけど、ここに閉じ込められている人は全員が無能というわけではありません。罪を犯していても、ここにいる人たちの中には医術の心得がいくらかある人もいて、シグウィンさんの代わりに診察を手伝うこともあるんです。わかったわかった、君の言う通りだよ。ただそれをわざわざ患者さんの前で言う必要はないと思うけど、君だってまだ体調が良くなってないんだろう。なのに随分と元気そうだ。そうですねすみません、つい無気になってしまいました。お前らも体調が悪いのか？あ、持病でね。どれも慢性的な疾患だ。僕は定期的な検診で、ついでに看護師長が処方した薬を受け取りに来た。こっちのお嬢さんは医学を少しかじってるからか、ここの看護師長の右腕になった気でいるのかもなもっと言葉を選んでもらえますか、ジュリエ。私が動機をよく起こすのはあなたのせいだってこと忘れてないでしょうね。あ、もう喧嘩しないでくれ。お二人とも落ち着いて話そうぜ。でも、釈放されるだって？そんなのまだ先の話だ。それに仮に出たとしても、僕たちみたいなのが元の生活を送れるかなんて誰にもわからないってのに。こんなくだらない話はここまでにしましょう。それからしばらくここであなたに会わないことを祈ってます、ジュリエ。それはこっちのセリフだ、お嬢さん。ちょうど僕も十分休めたところだ。ここは騒がしいし、そろそろ戻らせてもらう。じゃあな。あいつかったるそうに出て行ったな。ふん、彼はいつもそうなんです。すみません、こんなみっともないところを見せてしまって。私はルールビー、あいつはジュリエ。あなたたちがあんな変人の相手をすることがないといいのですが。お前、あいつのことが本当に嫌いみたいだな。当然です。ああいう思い上がっていて毎日変な研究のことばかり考えてるやつ、誰も好きにならないでしょ、はあ、彼の話はやめましょう。私はもうしばらくあなたに付き添います。シグウィンさんはすぐ戻ってくるでしょうし、薬を飲めばきっと良くなりますよ。いえ、大したことじゃありません。ただいま。君たち、ちゃんと休んでた？シグウィンさん、お疲れ様です。ゆっくり休めたかしら。ベッドから降りて走り回ったりしてない？さ、二日分の錠剤よ。一錠飲んだらまたしばらく横になって。そうだ、ルールビさ、さっきは急いで離れちゃったけど、何色の薬を飲めばいいか話したのを覚えてる？ええ、覚えてますよ。黄色でしたよね。そう、わかった。はい、これが君の分なのよ。今晩は薬を飲んで早く寝て、いい夢を見てちょうだい。はい、では失礼します。旅人も早く良くなるといいですね。
を確認させてちょうだい。あ、さっきの二人がうるさかったから、もう少しこいつを休ませてやってくれないか。代わりにオイラが答えるから。ねえ、分かった。症状は腹痛で吐き気も催してたけど、他に辛いところはあったかしら。それ以外にはなかったな。そう、薬を飲む以外に他にしておいた方がいいことはあるか。彼はもともと健康体だし、薬を飲めばきっとすぐ良くなるはずよ。その間は軽い食事だけにして夜更かししなければ大丈夫。任せろ、オイラが責任を持って見ててやる。あれ、寝るのか。まあいいか、ゆっくり休めよ。オイラたち、いろんなところを旅してきたんだ。あいつはああ見えて、誰よりも頼りになるやつなんだぞ。そうなのね。じゃあ、君たちは最高の仲間同士ってところかしら。心配しないで、彼は良くなるから。お、起きたのね。気分はどうだ。お前ずいぶんぐっすり寝てたな。オイラたちずっとそばにいたんだぞ。そう、安心して、もう帰っても大丈夫だから。定期的に薬を飲むのと食事は軽めにすることを忘れないでね。うん、ありがとな、看護師長。最近お腹を壊す人が多いのよ。なんとかしないと。状況で眠れるよな。寝言までつぶやいて、こっちはヒヤヒヤしたんだからな。それはなかったけど、お前ずっと「パイモン、焼き魚を取らないで」とか、「船長車をそこに置いて」とか、データラメのことバーカつぶやいてたぞ。お前が寝てる間、オイラずっとあの看護師長と話してたんだけど、すごい素直なやつだし、部屋に怪しいところもなかったぜ。ひょっとしてオイラたち、
調査する方向を間違えたんじゃないか？おお、よくそんな些細な点に気づけるな。とりあえずその情報をリネに伝えよう。探して合流しようぜ。